仮面一族の末裔が来日。父にドスカラス、叔父にビルマスカラスを持つ男アルベルト。日本ではプロレスのみならず総合格闘技でも活躍。さらに WWE では世界ヘビー級王者に君臨。人気、実績、血筋、名声、全てを手に入れたスーパースター。完全無欠の男に挑むのは、蘇った侍、船木正和。アルベルトと同じく総合格闘技で活躍し、プロレスでも実績を残してきた船木だが、スーパースターは船木に対し不快感を表す。アルパトロン、アルベルト、con alguien como Funaki. ¿Quién es Funaki? Por mi tío Mil Máscaras, mi padre Dos Caras, psicodélico, y yo, un ex campeón de WWE, un ex campeón de peso completo que ha sido triunfador. Él no está a mi nivel. Ya llegará, te digo, pero no me pinto con eso. Mil Máscaras, yo soy muy fan de Máscaras. Máscaras es un dios, pero Alberto es un dios, no es un dios.波の人間の発想ですね。まあ仕方ないと思いますね。苦労してないから。このまま舐められたまま終わるわけにはいかない。船木はこの怒りを胸に秘め、一心不乱に蹴り続ける。ワン・ツー・スリーとかギブアップとかそういうのももうないですね。自分の頭の中にもう打撃で蹴りまくって。もう失神ですね。それしかないですね。そうしないとわからないと思います。世界のスーパースターと大和魂、生き残るのはどっちだ。ese día ese disque samurai va a ser nada más que un campesino, porque eso es lo que representa para el campeón. El verdadero campeón es el patrón Alberto. スペシャルシングルマッチ、船木正勝 VS アルベルト。仮面貴族の血筋、世界のマット界に名を轟かす高貴な家柄、プロレススタラブレッド、プロレスセレブリティ、威風堂々の入場シーン見せてまいります。2000年マスクマンドスカラジュニアとしてデビューすると、2001年史上初の覆面バリクーダーとして総合格闘技に参戦。世界最高峰のリングではマスクを脱ぎ捨て、父の名ではないアルベルト・デルリオというアイデンティティを手にし、一気にスーパースターに駆け上がりました。お前みたいな平民が我々マスカラスファミリーの名前を口にすること自体失礼極まりないことなんだ。気高きスーパースターアルベルト、レッスルワン初登場です。1969年青森県弘前市出身、15歳で上京し新日本プロレスの門を叩きました。その後 UW 藤原組を経てファンクラスを旗揚げ、前には誰もいませんでした。怖かったけど前に踏み出さなければ何もなかった人生、道なき道を歩いてきました。自ら歩いた場所が道になっていきました。今夜船木正和という生き様が、アルベルトという男がかぶった家柄という名のマスクを切り刻んでしまうかもしれません。船木正勝、
その船木の入場をリング下から見合っておりました。平民と同じリングに立つこと自体嫌っているのかもしれません。アルベルト、本日のセミファイナルスペシャルシングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー196cm 108kg アルベルト、 TNA のアルベルトとして初参戦です。プロレスラグジュアリー、アルベルト186cm 90kg 船木正勝、道は作るもの、蘇った侍船木正勝、2つ力強く拳を作りました。11分中両国国技館武藤敬司30周年記念大会セミファイナルスペシャルシングルマッチ、船木正勝対アルベルト。おお、さすがスーパースター、 T シャツ1枚を日本のファンにプレゼント。それを合図にゴングを聞いています。アップライトに構えますリング中央、船木正勝右足前のサウスポースタイル、対するアルベルト。今挨拶代わりの左のハイキック回していきました船木。アルベルトは左足前オーソドックススタイルです。共に総合格闘技の経験がありますが、船木の右のローに合わせるようにロープエスケープです。一瞬頭、ここが違うんだと言わんばかり指を刺しました。さあ小橋さん、はい、小橋さんはこのアルベルト、まず入場シーンご覧になってどんな印象を受けられましたか？いや、僕ね、このアルベルト非常に今日楽しみにしたんですよ。はい、はい、このドスカースジュニア、ドスカースの息子ということで非常に注目を浴びてましたよね。そうですね、はい、で WWE でトップ選手になって、はい、今回どういう試合をするのか、はい、非常に楽しみにしてます。新井さん、はい、まず立ち上がり船木がですね、はい、いつも以上にしっかりガードをこう構えて、はい、アップライトの構えで試合に入ってきましたよね。やはりこういった総合格闘技的な、ね、試合の要素を含んでくるんじゃないですかね。船木も全然そういった話はしていたんですが、はい、いやー、この切れ味鋭いローキック、一発二発三発、さらには左のミドルも叩き込んでまいります。さらに正面からスーパースターの村板、蘇った侍が刀を突きつけてまいります。この試合は日本人の魂対メキシコの血筋という形に、ね、なるんじゃないかなと思いますね。アルベルトの方はやっぱりミルマスカラスがおじさんにいるし、ドスカラスが父親だし、はい、弟のイホデ・ドスカラスっていうのもレスラーで、メキシコ・プエルトリコ主戦場に戦ってますんでね、ここはまず船木の腕殺し一つ見せておいて形勢逆転図っていこうというアルベルトです。この辺り腕の方を蹴ってるのはやっぱり最後のクロスアームブリーカーへの布石だと思うんですが、アルベルトはクロスアームブリーカーという、新井さん、はい、いわば腕式逆十字、そうです、飛びついての腕式ですよね。飛びつかないでもありますけれども、はい、それが WWE 時代もフィニッシュになってますんでね、はい、WWE は今年の8月に対談したんですけども、その後すぐにトリプレマニア、トリプレアの年間最大のビッグショーに登場しまして、それがくしくも、さらにおっとここはブレンチョップ、 WWE のサマースラムと同じ日なんですよね。そうですね、はい、片指が止めはアルベルト、カウント2で1ヶ月後に正式デビューしまして、ミスティコというメキシコの国民的英雄がいるんですが、今ミステシスという名前なんですけども、はい、彼とタッグを組んだりして、で先月にはですねビッグショーでサンルイスポトシという彼の地元なんですね、そこで興行をやってメインで負けちゃったんですよ、はい、反則絡み で、でそこで今のチャンピオンのエルテハノジュニアに今度の12月のビッグマッチで挑戦するんじゃないかなという、そういう状況なんですけどね、結局はどこのマットを渡り歩いても、はい、トップ戦線を張っているバリバリの世界のスーパースターと、いやーどこ行ってもメインです、いうことは間違いありません。ここもしっかり船木のおっとぶら下がりしきる、ここはクロスアームブリーカー、なるほど、こういったことも考えておりました、はい、いや小橋さん器用ですね、そうなんですよね、彼は総合の方も WWE と契約した後もやってるんで、2010年までやってるんですよね、かつてはマルコファスに指示をしておりました。逆に船木コールを煽るようにバカにしておりますアルベルト、再び飛んできた、まさにメキシコから飛来してまいりましたマスカラスファミリーの血筋、家柄を持っています
このアルベルト、足げにしてまいります。お前みたいな普通のものが我々の名前を口にすること自体失礼極まりないことなんだ、不愉快だと戦前コメントをいたしておりますアルベルト。まあ、ただ小橋さん、はい、実はねこの船木なんですが、はい、マスカラスは船木にとっても神のようなプロレスラーらしいですよ。そうですか、はい。まあ、僕たちは子供の頃はやっぱりマスカラスっていうのは憧れの存在ですからね。小林さんもやはり憧れましたか。まあ、好きでしたね、はい。おっとここはうまく自爆を誘いました。あの12月11日に行われる東京グレン隊の大会には、はい、マスカラス選手が来て船木選手と組むんですよね。そうなんですよ ね、 そこにテリーファンクが入ってという、これなかなか船木にとってもちょっと、はい、あの複雑な心境があるかもしれません、ね。まあ、ただこれは個人対個人の対決ですよね。そうですね、はい。まあ、彼の叔父であるマスカラスはプロレスの神のような存在、しかし残念ながら老いのアルベルトは神じゃない、普通波と切り捨てたのが船木です。今回は3カウントギブアップの決着はない、蹴りまくって向こうが失神して終わりとも話をしました船木です。ちょっとその怖い船木選手を見てみたいですね。そうですね、まあ、ここは下から左のミドルキック出してまいりました。バシバシ蹴っ飛ばしてほしいですね。序盤立ち上がりはあったんですが、ちょっとここはなりを潜めていますよね。そうですね、今から行ってほしいですね。今チャンスですね。ラリアットかわした。ソバットがあります。さらにコーナーに詰めておいて左のミドルキック連打。さあさらにフライングメアから、思いっきりサッカーワールキック。さあ右腕を高々と突き上げて片指固め、長い足を畳んでまいります。ポイントは2つ。さあさらに船木正勝はチキンウィングを狙ってます。そうですね、さらにここから体を入れ替えてのハイブリッドブラスター、はい、さまざまなバリエーションがあります。なるほど、はい、ここから返して持ち上げるとハイブリッドブラスターがありますね。しかしターンバックルにぶつけてくる。さらにこれ得意技です。ステップ式の円錐蹴り、技が大きいですね。やはりなるほど、アルベルト大きいですね。まあ、身長も196センチ108キロあります。恵まれた体格。さらにサポーターを外して、これは危ない、進んでるところかわしました。ラリアット受け止めて、お手下げりから見せ蹴り、かかとがめり込んだ。スーパーサル顔面に侍のかかとがめり込みました。今綺麗に決まりましたね。小林さん、ああいう蹴りはね本当に一瞬で勝負決まってしまいますよね。いや、いいですよ。さあそしてコーナーに詰めて、スーパースターをサンドバック状態。いや、神林レフリーの静止ももう無視していくんですが、ちょっと絡まったか。さあこうなるとアルベルトが踏みつけてくる。これも得意技です。いや、まさに思いっきり見下したように上からドンと踏みつけてまいりました。高いところから失礼します状態アルベルト。さあそして日本両国のお客さんは追ってまいります。ここから一気にフィニッシュ、来るぞ、いや、うまく返した。逆にどうだ、サイドを取った、バックドロップ、すぐさまカウントを迫る。しかしカウンター2。まあ、投げ技という意味ではかつて船木正和の弟子であった剣豪、総合格闘技のリングでフロントスープレックス、右肘脱臼に追いやって、これはダブルニーアームブリーカー、先頭フロに追いやったこともありました。さらにトラースキック、打撃からカバーに入ります。これはニアロープ。まあ、アルベルトの場合は、はい、デビューから全てプロレスと総合全部並行してるんですよね、はい。まあ、そういった意味では実は共通点の多い2人なんですよ ね、 そうですよね。ここは空を切った右のハイキック、かつてはミルコクロコップの左のハイに眠るように沈んだアルベルト。さあ今度は船木の右のハイキックから、さあ来るぞハイブリッドブラスター。いや、ダメだ、またを救ったスクールボーイ、抑え込んで、カウンターに突っ刺さってしまった。なんと最後はスクールボーイ、スーパースタースクールボーイ、これほど高貴な丸め込みがあるでしょうか。そして客席で満面の笑み、両手を広げてまいります。いや、うまかった。
小林さん、はい、真っ向から行った船木、最後に透かしたアルベルト、これいかがですか。いやうまいですね。うまい、うまい、テクニックあります。あのスクールボーイも、はい、あれだけ大きい 体重をねかけられてなかなか返せないですよ。いや小林さん、船木はもうほぼノーダメージですからね。してやられたというスリーカウントはないと、スリーカウント決着はないと言った船木に、新井さん、はい、これ以上ない屈辱的なスリーカウントを聞かせたアルベルト、ね、これまさにね WWE 時代のアルベルト・デルリオを思い出させるような逆転劇ですよ ね、 ね、いやうまかったですね今の。リプレイご覧いただきましょう。ハイブリッドブラスターも、はい、あと少しでというところ、うん、そこからです。小林さん、もうこれタイツ掴んでますからね、はい、ここまで抑え込まれるとなかなか返すことは難しいですか。いや今返せなかったですね、タイミングはもう、はい、なるほど。いやそしてやはりこの辺りはスーパースター、しっかり客席でファンサービスを行って、この両国国技館相撲アリーナを練ります。まさに自らの優勝パレードと言わんばかり。あの船木選手はやっぱり決めることを考えてたと思うんで、はい、やっぱり丸め込みっていうのは頭になかったと思うんですよね。なかったですね。そうですね。いやアルベルト必殺のクロスアームブリーカーを決めるまでもなく、この試合に決着をつけてしまいました。いやまだおねり歩きは続きます。いやだけどこれ船木選手は納得いかないでしょうね。いかないですね、これもう一回やってもらいたいですね、いやいやいや船木正勝してやられました。まだデルリオ今あ放送席の後ろでマスクをかぶりました。ドスカラスジュニアが両国県産、これおそらくお客さんが持ってるマスクじゃないですか。いやいやいやたまりませんね。いや見せてくれますよね。そして小林さん、はい、悔しいんですけどもね、何か近くで見るとアルベルト色気がありますね。色気がありますね、はい、プロレスラーとしての色気がありますね、はい、さあ改めましてレスルマン初参戦となりましたアルベルト、最後は船木正勝の股をすくいましてスクールボーイスリーカウントをかっさらいました。